はい、えー、いつもはい、はいいししままたか、はいえー、いつもごご視聴ありがとうございます、えー、今日はねちょっとね今はね頭きてねこれねあのー、まあ大昔からね <laughs> もう何十年も思ってることなんですけどねこれ原付をね原付原動機付き自転車ねで新しいなんですか免許いらないやつとかも何回か吹き込みましたけどねまあ、それはちょっとねまたまたね えー、それもまあ事故起きるよね、まあ、はっきり言ってねもう予告しときますよ、うんうん、バカ警察がねバカ警察がね、うん、バカ警察がねバカだからね <laughs> バカ警察がバカだからねうん、うん、ねえー、警察官のねほとんどの方はね素晴らしい方だと思いますけどねまあでもね まあロボボッットトって言えばロボットねあこの間自衛隊のねなんか褒めてた記事が出て,てねなんかあのなんつなうかあの洪水で子供を助けてるね本当にあれもう命がけだよねもうへたして滑ったらね自分もね危ないもんね、うんまあ、そういうねあのほとんどの方ね立派な方、ね、もう愛のあるですね素晴らしい方なんですが。 えー、まあそういうのとは別にねこの原付きをね、えー、私原付きなんでずっとねなもう何十年原付きなのかな、うん、まあ今はね車もねあれもうないですからねうん、えー。本当にねあのもう本当に軽い気持ちなんですよあの車のね。えー あと、バカトラック運転手ね。バカトラック運転手。バカトラック、バカトラック、バカトラック運転手ね。うん、これね。はい、<laughs> バカトラック運転手ね。はい、はい、はい。は、え、い、ー、トラック運転手の何本か撮ってますよね。えー、まあ他のチャンネルもこういう、今日はね、あのトリプル撮りですかね。はい、えー、バカバカ言ってね、申し訳ないです。はい、どうもすいません。はい。 えー、今日もねあるとこ行ってねちょっとね、うん、もう頭きたからね <laughs> あのーまあ、低姿勢ではないけどね普通にねえー、怒鳴りはしないけどね、うん、えー、ねはい、<laughs> ええー、まあやめときましょうはいどうもすいませんちょっと落ち着いて。 落ち着いて、あの子普通に走っててね。うんでな何こう原付って舐められるんだよね。うんなめてんだよね。うん、原付をね。そういう,もうほとんどそうじゃないの。この車運転する人ね。うん、馬鹿だよね。本当にね。 で、本当に、その人たちがね、人間的に悪いとかそんなことは言わないけど、運転に関してはね、本当にね、あの、本当に突っ込んでくんだよね、原付きが。うん、弦、私も、だって直進が優先でしょ直進が優先ですよ、まず。どこまでもね。直進が優先なんですよ。ねうん。右にくくる、曲がる車はね、ねあの、後からなんですよ。うん。 それでねあまりにもねこれはねまあまあゼ1 0 0じゃないんでねあまりにもね渋滞していてね、うん、ちょっとねサービスしてあげようかっていうねそれは譲り合いはありますよ、うんね、譲りでもこの譲り合いによって原付がまた横から出てきてねあのじ起こる事故もあるわけですよそんなねそういう警察の方が一番分かってるよね、うん、まあ誰でも分かってますよね、うん、原付ってねなめられてんですよね もう腹立つんだよ。バカトラック運転手ね。バカトラック運転手。バカトラック、バカしかいないんだよ、トラック運転手よ。うん。有害物質を運んでね。子供にね、有害な物質をね、毎日一生懸命運んでんですよ。あんた方ね。バカトラック運転手ね。バカトラック運転手ね。うん。 やめろよ、お前らな。もう、有害な物質運ぶなよ。<laughs> ね。子供にね。大人はね、あの、死んでもいいから。大人は死んでもいいからね。うん。それはいいですよ。<laughs> それは、もう、バカ大人しかいないからね。子供はもう、本当迷惑ね。子供は、ね、子供は親いなくても育つからね。うんうん。本当にね。うん。えー、なんとかなるんでね。うん。 バカな親に育つよりね、本当にね、うん、一人のがいいですよ。ね。あの、あの、ファブルっていうの見ればわかんない。ファブルっていうアニメね。うん。あのぐらいの人になっちゃうかもしんないよ。ファブルね。ファブル見てくださいね。えー、あと、インチキ、つくやまゆり園ね。インチキ、つくやまゆり園ね。えー、インチキ、インチキ、インチキ、つくやまゆり園ね。これね。私のトップに書いてありますんでね。はい、あのー、もう、 こと細かく見てくださいね。もう本当にね。もう何回も動画見てください。はいはいはい、はい、載ってるんでね。もうこと細かくね。フリーメイソン、イルミナティね。フリーメイソンはね、東京タワーの下にありますね。ツイッターもありますね。モ、はいえーツァルトフリーメイソンね。ね えー、あとにロスチャイルドとかねロスチャイルド調べてくださいねロスチャイルドねモーツァルトねモーツァルトモーツァルトモーツァルト、はい、モーツァルト作曲レプティリアンも調べてくださいねモーツァルト作曲レプティリアンねいろいろ分かってきますからね。 あの明治天皇すり替えね明治天皇すり替え明治天皇明治天皇明治天皇すり替えねはい、調べて徹底的に調べてくださいねえバカトラック運転手の皆さんねあとバカ運転手ねはい原付きってねあの原付き乗ってる人に分かるんですよほんと突っ込んでくんだよね私止まればよかったなと思ってちょっと後悔してねほ、うんとに突っ込んできたからねうんあもう殺すつもりだよねあれね。<laughs> あ私避けなかったら殺してるよねあれねうん本当にね腹立つね直進が優先ですよねこのならよく見ない t w で免許返納とかねあの逆走とかよくもうしょっちゅう出てくるけど逆走ね <laughs> 逆走の人がまだまだねまだなんか微笑ましいっていうかねうんうんうんそれも本当にそういうしょうがない人だからね 悪意がないからね本当に、まあ、悪意があるっていうかね、うん、なんかねもう早く行きたくて右に曲がるんだよねこの動画ね今日もう史上最大この YouTube 始まって以来ね一番最高の素晴らしい動画ですね「あのフラットアース」とか調べてくださいね「フラットアース」ね「地球が丸くない」って言ってる人どんどん増えてんだからね、うん、いやそれはね宗教だよってねあの水が水平なんですよね。 水は水平線って言うじゃないですかね。歌にも出てくるんですよ。水平線って。山下達郎さんの歌に出てくるんじゃない山下達郎さんね。山下達郎さんのファンはもうみんなフラットアーサー。フラットアーサー勉強してくださいね。本当にね。はい。中島みゆきが売れたら言うね。中島み、山下達郎さんわかんないですよ。まあ、山下達郎さんはジャニーズとね、関係があるからね。うん。 えー、まあそれでね売れたかどうか知りませんよわ、うん、かんないですよわかんないですよわかんないですよわかんないですよ,ですよ中島みゆきさんはねもう完全にも上級国民だからねもうこれも出ちゃったからね、うん。他にもねいろいろねいろんな芸能人でね、うん、タモリさんは一つ目一つ目ね片方の目タモリさんね、うん、タモリさん有名なねトップのね、えー、ビートたけしさん北野たけしさんもなんか載ってますねはい。 えー、あとダウンタウンの浜田さんは誰かのなんとか親戚だってなんとかって出てますしね、えー、あとね笹川家ねあの松本さん松本ダウンタウンねあの笹川家って出てます笹川ね良一さんね、うん、それど,ど,こがど,どこまでどうかわかんないですよわかんないしわかんない乗ってんだからねそれ調べてくださいね、うん、あのラプトリ論でよくね似てるっていうのはありますけどね似てるだけじゃもうわかんないんだね、うん、似てるだけじゃね これはさすがにわかんないけれどもねうんうんうん、ね、あ,あとねコルナサインねハンドサインコルナサインハンドサインね、えー、33911123666465203391112366646520 33 12ね123はね112233112233ね911とか311とかねあもうすぐ911ですね、はい、なんか起きるかなうん。 まあでもこんだけいでるから起きないかもしれないですねああんかね「ヤギ」っていう台風あれはちょっとすごかったねあれ「ヤギ」っていうねあとはねもう明治生活ね明治生活明治生活明治生活ね明治生活明治生活明治生活明治明治明治ってつくものね本当にねもう早くもう今なくなってほしいね明治ってつくものね全部ねうんうん明治ってつくものねやばすぎるよね明治ね。 もう明治やばすぎだよねツイッターでね「明治生活」ね「えー、○○」で調べてくださいね「○○」っていうのはね考えてくださいねそれの,あの「死への死へ」へね「死へ」「死へ」のなんとかっていうのがねもう超話題でねこれね、えー、もう10月1日ですけど最短9月20日からですからねこれねこれどの程度のものなのかね 本当に、ね、北斗の拳みたいになっちゃうあの原子爆弾人間ってね私も言いましたん、ね、で何回もね原子爆弾人間ね、はいえー、危ないですよタクシーねあのホットペッパーねホットペッパー鳴門アカデミーさんね鳴門さんチャンネル何個かあるんで見てくださいね海婦さんはそれほど言ってないのかな海婦さんはね、えー、集合意識ね野草の海婦さんねうんラプトリロもまだ今のところ言ってないですね、うん えねあれねうんあのね明治生かねはい、はいということでね直進が優先なんですよ、ね、原付きはね本当にねもう <laughs> 私原付き人生長いからね原動機付き自転車ねうん,うんうんはいねバカトラック運転手の皆さんね子供に有害なものを運ばないでくださいね、うん、あの拒否してくださいねうん。 そ、うん、んであの生活保護で40万っていっぱいねあのあちょっと再生されたのね保育士さん11万円ね手取り保育士さんかわいそうすぎるよね本当にね11万手取りってね本当に人間だと思われてないよねこれね、うん、これ全部公務員がやってることね国家資格だからね国家日本国家の資格ですよ、うんね、それは私よく知らないけれどもね それねね、まあまあ、分かってますよ、ね、保育士さんみんなね全員ね保育士さんがあの日本に何いるか分かんないですけどね。はい、はい、ということで、ね、もうストリートピアノいけないじゃないこんなんでも頭くることばっかりでね本当にバカしかいないこの世の中ね。うんね。うんトップページライブドアトップページね、はいはい、のピアニストピアピア映ってますよねフェイスブックね。あのちんけいなコメントとかやめてくださいねちんけいなコメントね。 本当にねバカコメント書いてねなんか喜んでんだよねなんかスカッとするのか知らないけどねあのバカコメント書いてても変わんないからね、うん、変わんないからね、うん、あの本当にね、うん、本当にちょっとした行動でいいんですよちょっとしたね一人一人のちょっと とした本当になな小さな行動あるいは思うだけでもね思うだけでも変わるからねまあコメントもいいんですけどねまあコメント書いてもいいと思いますけどね、うん、盛り上がるからね、うん、盛り上がることが今、まあ、大事だからね、うん、だけどもうちょっとねあのまあ、中にはね長文でね 素晴らしい文章のねあのヤフーニュースとかあるんですけどね、うんうん、まあでもそれじゃ誰も読まないじゃないそこに書いたってからってねブワーってコメントつくんだからいちいち読まないじゃん、うん、だからちゃんとねそのくらいのね文章力とかある方はね動画で喋ったりねあの,あの、まあ、このフェイスブックでも、まあ、フェイスブックよりブログでやってね、うん、全部ですね全部ねツイッターも全部やってね、うん 全部でやって YouTube もやって発信してほしいですよねそんだけの文章を書けるんだらね、うん、もう超,超天才超天才みたいな人いっぱいいるんだからねもっとやれよ <laughs> お前らよ本当によああ私どれだけもうこんなバカでもねバカでもこんなバカでもやってんだよこ、ねうんなねずっとやってんだよ私も2019年からずっとやってんだよ毎日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 ね本んにねうん。 何の意味もないあれね、ま、だしてねてこれねでもねもう,もうそんな関係なくなっちゃったねあの,あのね明治生活のせいでね <laughs> これどの程度のものなのかねもう本当にね本当明治ね明治を潰さないとだ明治全部ね明治と名の付くもの全部潰さないと本当にね危ないですよ本当にねバカトラック運転手さん分かりますかバカトラック運転手さん。 はい、バカ警察ねバカ警察の立派なね皆様ねあのトップがバカなだ,けだけでね警察はね,、うん、警察ね自衛隊自衛隊の方ね本当にね素晴らしいですよね、うん、そのそのみんな褒めてましたよ、うんね、子供を助けてね。うん 本当にもう涙出ちゃうよねあね子供を助けるし、ねまあ、トランプはやはりインチキだけどねトランプはあの抱っこ演劇だけどねトランプがそんなことするわけないからね <laughs> トランプがそんなことするわけないからそんなことしてないでちゃんとね指示を出せってことだね <laughs> やるのはみんなやってくれんだからね、うん、そういうね素晴らしい動画もツイッターにいっぱい出てますよね。 はい、どうも、すみません。失礼します。はい。はい